ひこっと10連で来てくれるかな。出演料はいっぱい払ってるからね、最近はリドルに5000万円ぐらい、5000万円入金して、でリドルはね3000万しか受け取らないっていう、その証拠隠滅をしてるねリドルは。何の話してんだろう私。そういえばね、あれなんだよね、私さ最近知ったんだけど、愛の不時着っていうさ、あれがあるんだよね、ドラマっていうかあるんだよね。だからすごい流行ったらしいじゃん、愛の不時着って。私今知ったよ。じゃあさ、愛の不時着と、なんだろうな、おっさんの付着、もしおっさんの付着に5000万もらえるとしたら、また新たな節目を迎えられた。この1年をどう過ごすか考えるいい機会だね。帰って、やっぱりもう一回ごめん。あ、このまま5万体来ていいよリドル。パーティー会場の飾り付けは申し分ないね。料理もいろいろ用意されている。君も楽しんでいくといい。嬉しすぎてさ、帰ってほしいな逆に。ごめん、本当にごめん。今ちょっと話そうとしたらリドル来ちゃったから、そういう気持ちが芽生えたけど、やっぱ嬉しいね。あ、リム可愛らしいな、本当にキュートだな。これがランデブーってやつか。リムと私のランデブー。そして行くよ、ハワイハーバードゲイ。すいません、帰っていたから言っちゃダメだね。帰宅はさせないでほしいな、帰宅部じゃないから。まあ、帰宅部ならさ常連だからいいんだけどさ、さすがにリドルにそれ言うのはかわいそうだよねと思った今日この頃。てか反省しますね今の。いらっしゃいませ。インタビューの開始時刻の5分前、そろそろプレゼンターがやってくる頃合いだね。あ、109のデパート店員さんにいそう。魔法のバースデーダイスに選ばれたのは誰だろう。模範的な生徒だといいのだけど。なんだろう、犯罪者くんのかな逆に。ご心配には及びません。おっと、私の予想は間違ってなかったな。リドルさんのプレゼンターを務めるのはこの僕、アズール・アーシェングロットです。ああ、いいですね。メガネプレゼントするの、やっぱメガネしてる人の定番のプレゼントで言えばあれだよね、どなしメガネ。アズール、君だったのか。今日はよろしく頼むよ。こちらこそ。お誕生日おめでとうございます。僕からのプレゼントをお受け取りください。すごくない？これさ、そのデュオ相手が洋服の相手っていうのが。ありがとう。早速開けさせてもらおう。あ、なんかほな中に進んでるね。へえ、おしゃれなライトだね。ミルク色のシェードに透かし彫りが入ってる。柄はトランプのスートかい。トランプのスート。ええ、アートの女王をリスペクトしているリドルさんにはぴったりの衣装かと。リドルさんの好みの傾向を調査し分析して、喜んでいただけるものをと選び抜いた一品です。草間弥生店ご用達。これがアズールの定石かもね、もしかしたら。草間弥生店から入荷してそれをプレゼントであげるっていう。でもさ、なかなかセンスいいって思われるんじゃない？珍しくいい意味で情報網をお使いだね。確かにいいデザインだ。僕の部屋にも馴染むと思う。それはよかった。そうだ、せっかくのインタビューですし、リドルさんのお部屋について伺っても。ああ、そこはプライバシーの侵害なんでちょっとやめてもらっていいですか。聖域に踏みとどまらないで。僕の部屋か。勉強に集中しやすい環境づくりにはこだわっているよ。あ、そうなんだね。大丈夫？美少女フィギュアとかないの？参考書や資料は目的のものをすぐ見つけられるように収納方法を工夫しているし。これでさ、リトルマーメイドのアリエルのフィギュアがいっぱい飾ってあったら、もうリドルは信用できないよね。デスクライトも机に長時間向かうことを考慮して目に負担がかかりづらいものを取り寄せたんだ。わかんない、長州力の首振り人形かもしれない。あるの。なるほど。学年主席の座をキープし続ける秘訣は日頃の努力だけではないということですね。へえ。今後は勉強の際に僕からのプレゼントもどうぞお役立てください。なんかさ、そういうのあれじゃないの？なんかさ、ジムの設備をくれるとかさ、そっちの方がなんか健康には良さそうだよね。まあ値段はかかるけど。君からのプレゼントって、このライトに勉強の役に立つ機能がついているとでも言うのかい？ああ、読書ライトね。読書ライトドラえもん風に出せると言われている。それで有名になったからね、読書ライトは。うん。シェードの内側に小皿がセットされている。これは一体何？シェードって。僕からのプレゼントはただのライトではありませんよ。アロマライトです。え、アロマライトって何？なんか映画館とかに設置してほしいな、アロマライト。寝ちゃうかな。僕たち寮長は一人部屋。内装だけでなく香りにもこだわってみてはどうかと思いまして。なるほどね。確かに匂いってさ、あれでしょ、なんか脳を刺激してなんかいい気分で昏睡できたりするっていう効果も一説ではあるらしいんでしょ。へえ、そういえば香りごとに異なる効能があると聞いたことがある。体験したことはないけれど。あ、初体験ね。私があなたの初体験って。そう思ってリドルさんの好みに合いそうなアロマオイルもいくつか持ってきました。全て差し上げたいところですが、予算の都合で難しく、どれか一つ選んでください。何？うん、ルールは守らなければならないからね。早速試させてもらうよ。何このユーザーアカウント選ぶ感じ。どれの転売にしようかなみたいな。今日は集中力アップとリフレッシュ効果があるものを用意しました。まずはこちらからどうぞ。甲状腺ホルモン不足だよ、リトルは。何？ちょっと刺激が強いな。ああ。でも馬で森や草原をかけている時の爽やかな感じもあって嫌いじゃない。でもあれだよね、確かにさ、交通機関とか乗ってる時にさ、すごい匂いがきつすぎると、なんかあれかもね、なんかおじさんからうんちしそうってなっちゃうかもね。なんだか頭がすっきりした気がする。気分を切り替えたい時に良さそうだ。そう言っていただけて安心しました。こちらの2つはリドルさんにも馴染み深い香りかと。じゃあ私からもこれをどうぞ。昨日履いた靴下です。これはレモンか。あ、なんか上品な匂いの嗅ぎ方。アロマオイルでも生の果実のようなフレッシュな香りがするんだね。へえ、耳から嗅がないんだね、リドルは。こっちはバラの香りか。華やかで甘さもあって、うん、とてもいい匂いだ。ああ、バラの食べ物とかない？バラ味の食べ物とか。ハーツラビル寮のバラが満開に咲いた光景を思い出す。とても気に入ったよ。笑ってる、誕生日に笑うんじゃねえ。すいません。アズール、これをいただけるかい？ええ、ハーツラビルの寮長を務めるリドルさんならローズの香りを選ぶと思っていました。ローズってなんかあれだよね、海外俳優とかにいそうだよね。ローズマチュピチュラーとかさ、いそうじゃない？君の予想通りというのは複雑だけど、ありがとう。部屋に戻ったら早速ランプを使ってみるよ。あー、なんかそういう高級志向ないな、私に。アロマ多幸とかさ、やってみようかな。私も今後チャレンジしてみるわ。アロマ炊いたらさ、なんか私の実況のスタイルも変わるかもしれないね、もしかしたら。はい、こんにちは。Everyone is so you know help you me and my mouth going no steam みたいな、なんかそういう実況になりそう。さて、それではインタビューに入らせていただきます。いやだ。ナイト・レイブン・カレッジの生徒の中で、兄弟にするなら誰がいいですか？これ無人島と兄弟のさ、トロッコ問題あるよね、2つ。どっちを選べみたいなことかな。なんかプレゼンターが選んでるんでしょ、これ。ただし、同じ寮の生徒は除くとのことです。ああ、そうなんだね。兄弟か。考えたこともなかったな。あ、リドル、兄弟いないのか。僕は一人っ子だし、兄弟と言われてもすぐにはピンとこない。では、近しい人を思い浮かべて、兄弟として迎え入れたいかどうか検討してみてはいかがでしょうか。いらないんじゃない、リドルは。却下だって。寮生は除くとなると、馬術部員かクラスメイトか。これは待って、馬術部員となると、シルバーさんやセベクさんが思い浮かびますが。あ、リーチかかってる。しかもどっちもディアソムニア。私からすればどっちもビンゴな感じだね。シルバーは部活にも真剣に取り組んでいるし、馬術にも長けている。見習うべき点もあるけれど、あの居眠り癖はいただけない。この前なんか彼が朝練後に着替えを終えるなり寝てしまって。リドルなんか勘違いしてるよ。あれはね、眠ってるわけじゃないよ。記憶力を高めてる。アロマの効果と一緒よ。眠ることがアロマなんだよ。わかる？セベクと2人がかりでシルバーを教室まで運ぶ羽目になったんだ。いいじゃん、羨ましいな。規則に厳しいリドルさんはともかく、セベクさんまでシルバーさんの面倒を。意外ですね。セベクはああ見えて礼節を重んじる性格だし、向上心も高い。学業の成績も優れていると聞いたよ。やっぱセベク勘違いしてるよね、みんな。ちょっと分かってる。まだ分析が足りてない、セベクの。その一方で不遜な態度を取りがちで、融通の利かないところもあって、彼は彼で手が焼ける。セベクうるさい。リドルさんは馬術部でも周りの動向に目を光らせているんですね。うん、本当に規律に厳しい人だ。まあでもね、確かにさ、なんか兄弟とかなるとあれかもね。そうやってさ、自分のスタイルに合ってないと少し居づらくなるかもね。部活が一緒というだけでも面倒を見る機会は多い。兄弟ともなればなおさら放っておけないし、うん、僕自身の勉強の時間を確保するためにも、成績や素行に問題のない人物が望ましい。ああ、ゴードたけしどう？となると、お、何？小林製薬。思いついたようですね。では回答をお聞かせいただけますか。あなたですって。このプロポーズ、大ホームラン級のプロポーズどう？ジェイド。え、今なんて。え、本気ですか？真夏の階段だ、これが。恐ろしい。皆まで言わなくていい。さっきの条件に合う生徒と言ったら、それ以外思いつかなかったんだ。はあ、意味わかんない。何そのさ、減点方式の選択肢を減らすタイプの選択肢の選び方、何それ。授業にはしっかり出ているし、言葉遣いも丁寧。先生方を困らせている様子もない、うん、個人的にはいろいろと思うこともあるけれど、この質問についてはジェイドを弟に選ぶとするよ。やばすぎ。マジか。リドルって結構先見の明ある方だと思ってたんだけど、先見の明はないね。後見の明ならあるけど。しかも弟とは何もかもが想定外です。一体なぜ。やばすぎ。後日のこと考えてない、リドル。年長者を敬うのは古くからの社会的なルール。兄なら自然と弟より立場が上になる、うんだからジェイドが目に余る悪さを働いたら、兄として彼の行動を正せるだろう。はあ、認識誤認があるね、多分リドルは。そんな理由でよりにもよってジェイドを弟に。無謀にも程が。アズールと初めて意見が合致した。なんだい、言いたいことがあるならはっきりお言いよ、うん、僕は普段から全生徒の模範となる行動を心がけている。弟にもきっといい見本を示せるはずさ。すごい、ジェイドが兄弟か。なんか部屋の中もう水槽にしそう。恐ろしい。ジェイドが兄弟。怖くない？何されるかわかんないよ。真実とかずっと喋らされる可能性もあるよ。では次の質問です、うんもしハーツラベル寮以外の寮に入ることになったら、どの寮を選びますか？あ、この質問あったね。ハーツラベル以外の寮、うん、鏡の選定は常に正しい。他の寮に所属することなんて考えたこともないよ。やめて、その正論言うの。確かにリドルさん以上にハーツラベルにふさわしい生徒は僕も思いつきません、うん、当然だろ。でもこの質問も誕生日のインタビューの一環。ルールには従わないとね、ちょっとさ、どれだろうねこれ。でもポムフィオーレが一番近い気はする。転寮するならディアソムニアリオを選ぶよ。レイドル、先見の目をないとは言ったけど今の撤回するね。おや、他の寮なんて考えたことがないという割にあまり悩まなかったようですが。さすがリドル、分かってるわ。やっぱり私が見込んだだけあるわリドル。マレウス先輩を筆頭にディアソムニアには魔法に秀でた生徒が多く集まっている。うん、それなら僕がディアソムニア寮生だとしても何らおかしくはないだろう。確かにね、寮長は無理だけど副寮長も無理だな。でも3番手ぐらいにつけるんじゃない、もしかしたら。おや、これは大層な自信で。寮長と副寮長になりたいっていうのはなめすぎ。今の寮長や副寮長が魔法が身近にある茨の谷出身ということもあるだろうけれど、なんかアスリート系の家系みたいなもんでしょ。ディアソムニアの寮生たちは皆他寮の者たちより魔法を日常的に使っているように見える。あ、そうなんだね。乱用してるんだ。だから寮生となれば僕も魔法について新たな知見を得られるんじゃないかと思うんだ。うわ、いいよリドル。私はねリドルをずっと信用してたんだよ。だってずっとさ、リドルってなんかすごい正しい道を行こうとしてるじゃん。だから私はねその道をもう肯定して本当にリドルは頑張れって思ってたんだけど、ここでようやく実がなったね。クラスにいるディアソムニア寮生の話を聞くだけでも興味深い情報ばかりだよ。確かにディアソムニアに何が一番聞きたいって言ったら、私はどうやってあの角を生やしてるかを聞きたいね。僕も見聞を広めることは大切だと常々考えています。リドルさんとは気が合うようだ。ああ、君の発言には体を感じる。一緒にされると微妙な気分になるな。なんかここの2人なんか新芽みたいになってるよね。ところでリドルさんはやはりディアソムニアでも寮長の地位を狙うのでしょうか。うん、そうだね。マレウス先輩は強敵だけど、だからこそ挑むだけの価値がある。なめるなよマレウスドラコニアを。世界で5本の指に入る魔法師と対峙する機会なんて他にないだろうし、本気のマレウス先輩相手でも負けないようにこの先も研鑽に励むとするよ。まあ頑張れ、高みの見物といこう。もし実際に決闘するとなった時は僕も勝負の行方を見守らせていただきましょう。ああ、これで全てのインタビューは終了しました。次はいよいよ幸運のギフトの贈呈です。みんな気づいた 3ミリ紙がなびいたんで今こういうさ、待って、これシステム進化してない？え、前なびくなんていうのなかったよね。あった？手心は無用だよ。君はせいぜいあさっての方向に飛ばさないよう注意することだね。へえ、威勢がいいのは結構ですが、本日の主役に怪我をさせては何を言われるか分かりませんので。イップスの具現化。慈悲の心を持ってギフトを送らせていただきます。では行きますよ。うん、リドルさんお誕生日おめでとうございます。やだ言い方ですねこれは。セールスマンのさ上等文句みたいな。ああ、何これ、押し倒してるようにしか見えない。これ手を差し伸べてるように見えて押し倒してるっていうルビンの壺システム。このさ見え方によって写真の見栄えって変わるよね。